今日は八海山の梅酒です。さっき開けたばっかりなのにもこのなくなっちゃった。酔っ払って夜のご飯の後のご飯、晩ご飯の後のご飯を食べてるのを楽しみに見てくれてると言っている人がいたので撮ってます。今日は梅酒です。今日は冷めたご飯をレンジでチンして卵を入れて卵かけご飯です。1個2個贅沢だね。卵2個の卵かけご飯ね。これはねこの辛さが好きじゃないんだよね。このこれね、これをこれとこれを取ります。卵かけご飯用の醤油をあんまかけない、あんまかけない。そしてこの2つの卵をご飯にかけます。今日の晩ご飯の後のご飯です。卵かけご飯食べるときに全部卵でトロトロじゃダメなの。一部このちょっとわかるかな、この白いご飯が残って白いところが残っている状態でいただきます。うん、卵かけご飯と梅酒、八海山梅酒。美味しいよ、美味しい。今日もうるさいだろうな。響き？その時はすみません。大変なんだって。いろんなね、いろんなことがあってさ。寝言よりいいね。寝言ね。俺はね、人生であんなにはっきり寝言言う人は初めて見た。もう。ちょっと揺れるよカメラ。あえて。誰か助けて。ビクッってなって、俺横でビクッってなってさ、ね、前はこうやって、ね、寝てる状態でさ、こうやって寝ててさ、苦しいんじゃない？って何かと戦っ苦しいんだよ。じゃあ何かと戦ってんだよ。って起こしなよ。ゆっくり寝てくれよ。生きてきて初めてあんなはっきりした寝言を聞いたよ。誰か助けて。誰か助けてって夢でも言ってた。中に追われて。ほんとすごいな。ウィンウィンだね。意味わかんないけど、どういうこと？今日いびき書くでしょ？書くよ、うん、ウィンウィン。誰かこの人に国語を教えてあげて。なんでよ。こういうのもウィンウィンって言うのかな？なんか違うのかな。うん、まあ、お互い様ってみるでしょ、ウィンウィンって。違うの？違うの？休み。そんな感じです。皆様からの応援メッセージやチャンネル登録が今後の励みになります。皆様とどこかでお会いできる日を楽しみにしております。